サブスティアンス。じゃあ、まあ、はい、今日は退入ということで。退入、あ、挨拶だけして。今日からお世話になります。バイト代を稼ぎに行きました。そんなはええねん。好きなプレーとか店長の研修を。なになになに、お疲れちゃん、何持ってきたの。前回ですけども、はいはいはい、前回ですけども、ちょっと鬱陶しいか、ボンレスなど。あ、ボンレスハムや。ハム、あ、ちょっとまずい。だいぶまずい。前回ですね、はい、サブでユニクロと自由に買い物行きましたと。行ったね。その映像は、まあ、撮影許可が下りなかったので無理ということで、はいはい、そうそう、寿司食いながら遊んでるところだけ映ってましたけど、はいはいはい、で、買ったものがだいぶ多いんで、はいはい、今から3人で仕分けていきましょう。行くぜー。総額3万円ちょいっす。3万ちょいや。3万5千ぐらい。あ、3超えたんや、うん、超えてる、まあ、なお、まあ、私物が何点か混じってはおるけど、はい、みっちゃんのヒートテックが一番高かった気がする。そうやろ、タイツやぞ。お前金払え。タイツやぞ。俺と社長でペイペイしてんぞ、お前。この野郎。ありがとう。ありがとうちゃんの、タイツやのに。やりますか、ほんまら。ってことでね、まあまあ、誰に使うかとか。いやでもほんま、はい、マジで、うん、これはもう学生でしょみたいなやついっぱい買ったから。買いましたね。ちょっと見てほしい、ほんまに。まず侍ソード。はい、侍ソード。あ、まず侍ソード。あ、え、待って、黒刀やった。お、かっこいい。やばい、かっこいい。かっこいい。炭治郎やった。炭治郎だ。やったー。え、あれで、あれできるやん。白と黒の合戦できるやん。そうそう、これができる。やばい、かっこいい。おお、日の神神楽できるやんか。じゃあ今から、鬼滅ごっこ1時間。ああ、ああ、でこちら、ダイソーで買ってきたハンガーですね。ハンガーね。首が回るやつが。ハンガーはいい。ハンガーは5本1組のやつ2つ。シャクシャク、お前。パーカー。もう俺それ普通に着たいぐらいやね、うん。はい、かけて。これ可愛いな。これ可愛いっすね。どんどんやっていきましょうか。結構肉厚系ですね。このフードもしっかり持ち上がるやつです。うんうんうん、はい、ベスト。これ今のさ、ベスト来た。これドシ花系大学生今こういうの着てる。これに中に白シャツ着てんねんで、うん、タグ外していくか。そうやな。これで、これが、あ、どうぞ先。あ、いいっすか。これもう行っちゃってくださいよ。新幹線みたいな血のパン。これなんで買ってんだっけ。あ、これお父さんとかやるときに使える。あ、これおっさんとか陰キャ用のやつ。いやでもこれはあのワンチャンストリート系でも使えるから。あ、確かにな。ちょっと下目に履いて、ダンスサークルのなんかヤバそうなやつとかに着させるのもありやね。こういうの俺好きやで。ワークパンツで、これが、プリーツのスカートですね。なんかこれ見てるとちょっとテンションが上がってきたんで買ってみました。パンツどうするか。あんまりパンツハンガー全然ないんか。はい、こちらチェックスカート。さ、まあ、これは制服とかにも使えるし、普通に女子の私服で。あと今回女子も多いですね。あと、まあ僕の私服でも使えるかな。これ、あ、これあれや、鬼滅コラボのやつや、ね、大学生の。あ、そうそう、これ鬼滅コラボのやつで、デーモンスレイヤーって書いてんだけど、うん、鬼滅の英語訳それなの。ちょっとそれちょっとギャルっぽい女子にね、若干こうちょっと笑った。ここにね、袖に刺繍付きで。な、何が入ってるの。うん、ちょっとよく分からへん。これ何やそれ。これ刺繍付きです。それ何や。はい、あとこちらおじさんのシャツ。あ、でかいやんな、サイズ。なんで L、 L か、L です。 L サイズ、おじさんのシャツです。そのやっぱデカみに着んのもまた味があってって感じは、うん、おっさんは。エロいニット。おお、いいねそれ。パケが短いんで、まあ、ミツコとかやったらお腹しっかり見せていけるかなっていう、うん、これまたスカートです。エロコみたいなスカートで、これはまあ割とフォーマルなスカートって感じで。七田恵美でゴムなんでね、誰でも入るかな。女の子で固めとくか。はい、でこれボーダーの T シャツの長いやつ。これは、お母さんが着てそうなイメージです、ね。ああ、そうですね。そうそうそう。ああ、もうそれは。これであんたもこれ、この前にあのなんかデニム生地かなんかのエプロンつけてハンバーグ作ってるわけ。あ、ハンバーグ。もうハンバーグやわ。まあ普通の女子でも使えそうですね。そうやな。できればムチムチの人に着てほしい。これですね。いや、うわあ。これ見てくださいよ、これ。よく買ったよな、それ。見ろこれ。いや、勇気いったなそれ。グラトップ。というやつか。分からへん。あ、俺もあんま分かんないですよ。タンクトップ。いや、ちょっとそこのコーナーの前ではさすがに童貞発揮してちょっとまずかったな。色違いもあります。ちょっとちょっとってなって誰が飛んねん、誰が飛んねんこれってな話。じゃあ塚木さん、まあもうええか、早せよお前、早せよってな。で、これがあのお前なんでポジション分かってないの。あの、ポロシャツですね。ポロ
シャツ。ポロシャツね。これスポーティーな感じ。店員さんとかで使えるかもな。これは。はい、こちらです。デニムシャツ。きた。これはあの。これはもうね。陰キャが陰キャが着てるやつ。ご用達のやつですね。お前着てる人おったらどうすんの。ありがとうございます。すいません。そしてこちらがなんと。なんと日本代表めっちゃ透けてるくらい、すごい日本代表ちょっと今からユニクロの撮影をするんですけど、はい、これのためやな、このために買ったやつですね。で、このストッキング、あ、ストッキング、あ、ストッキングね、ストッキング3本セット、みんなで顔面につけて相撲するときのやつ。違います、違う、ちゃうんや。まあそういう企画もサブちゃんでやっていきたいですねっていう話をしながら買ったやつですね。そう思ってた。お疲れ様でした。いやもうあとはもう物を持って帰るもん持って帰って捨て物捨ててって感じっすね。はい、はい、ですね。いやえぐいぐらい片付けた。多分片付いたね。1時間ぐらいやってたわ。長かった。うん。でもう打ち合わせの時間なんですよね。そうやね。はい。なので頑張りましょう。戦場に赴きたいと思います。はい。じゃあ、新しい衣装皆さんお楽しみにしておいてください。ということで皆さんまたね。